スーパーチンパンジーはサザンオールスターズの桑田佳祐を中心に結成された日本のロックバンド。レコード会社はサザンの専用レーベルである大したレーベル。メンバー及び担当楽器は公式サイトに従う。1991年3月、桑田のライブアコースティックレボリューションにて小林、小倉、佐橋がサポートメンバーとして参加した。6月には いても立ってもいられない衝動から64天安門事件をはじめとした民主化の動きに対して音楽で何かアクションを起こせないかという理由でこのメンバーでゲディラライブを兼ねて中国北京へと渡り演奏した。その後角谷も参加してスーパーチンパンジー名義で9月に栗といつまでもを発売した。 しかし、カラオケバージョンの問い合わせが殺到したことで11月にカラオケバージョンを収録した栗といつまでものカラオケ付きが発売された。その後の活動はないが、2001年にカラオケバージョンも収録した栗といつまでもが 12CMCD 化されて再発売された。2016年2月には桑田の還暦を機に、 スーパーチンパンジーの全曲配信が解禁され、2019年12月20日には、ストリーミング配信も開始した。ありがとうございます。